さてこの後は大復活のオールナイトニッポンデラックス、今週は稲川淳二ですかね。季節的にはぴったりですね、はい、ゲストは一流祭貞水さん、その頃あとロックグループの鬼すべ。鬼すべ懐かしいですね。一部コアなファンの方鬼すべうんと今顔を上げましたけども、他の人は何のことか全然わかんないと思いますけど、具にもつかない怪談話をあなたが延々とやっていた時期がございましたね。具につかないことはないですよ。あれはウショニっていうのも怖かったね。誰もわからない左書き、いやコアなファンの方はうん左書きだって思ってると思いますけどね。寒くなってくると鍋またぎがやってきますんでね。まあ皆さん注意してください。ほんでまた来週ね。じゃなーってとこかね。ごきげんよう。さよなら。いや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 、日本放送、木の皆さん、ご無沙汰しております、稲川淳二でございます。いや、もうね、オールナイトニッポンの OB が集結するという、このオールナイトニッポンデラックス、お声かけていただきまして、どうもどうも、大変ありがとうございます。嬉しいな。中にあれ、稲川お前やってたかと、そういう方いらっしゃると思いますけどね、私はね、今から22年ぐらい前ですか、やっとりましたです。若かったな。喋ってたんですよ、私ね。そうだ、1976年の3月から翌年の9月でしたかね。結構商売良かったんですよ。ただ2部だったんですね。2部でも評判が良かったんですが、そこで途中からおすぎが入りましてね、で、評判ガタ落ちになりましてね、で、面白いから聞いとこうと思ったら、やっぱり拡張悪かったですからね、すごく、すでに、ちょっと買ってなんかしましたけど、ほんと夜中の3時からですね、始まるわけでございましてね、もう大変でしたよ。大変です。寝ちゃいますからね、そういう時間はね。でも皆さん聞いていただいて、中にはですね、今有名になっているその、赤坂康彦君、大変なファンでしたよ。ねえ、渡辺徹ちゃん、聞いてくれてましたよ。嬉しかったな。私のサイン持ってるんですよ、本当に。実に本当にありがたいな、今回はな。そういった四所の稲川でございましてね、あと怖い話の稲川。当時から、実は私、その22年も前から私はね、日本放送のね、オールナイトニッポン2部でもって、怖い話してたんですよ。結構頑張っておりましたよ。これね、今日できたらやっちゃおうかなと思いますけどね。で、私の要するに早い話が、芸能界の原点は、どこにあったか、これもうオールナイトニッポンにあったらと言っても、過言で、いやいや、過言ではないと、そう思っておりますね。で、当時はですね、曲の間も CM の間喋っておりました。で、何がどうなったかというとですね、私喋ってるとですね、ガラス張りになって向こうでディレクター9分ですけどね、ガラスの向こうを新聞紙で貼っちゃってから見えないんですよね。で、どうしていいかわかんないんですよ。苦しかったですよ。2時間喋んのね。一体世の中どうなったかわかんないんですから。と、いつの間にか CM が流れてるらしいんですよね。で、曲が終わっても私喋ってるもんだから、稲川さん大丈夫ですかって、大丈夫じゃないよ、そんなもんね。今日も20年前のね、私戻って喋ってみようと思いますけども。で、どんなもんかわかりませんよ。体力随分落ちてますからね。当時は20代ですから、私今もう50になっちゃいましたからね。どうなんかわかりませんけども、できればあの頃のファンの方も聞いていただけたら幸せだな、こういうの思ってますね。大いに今日頑張ってみようと思います。じゃあ、それではですね、怒涛のノンストップの頃ね、ダイナマイトの喋りですありますけども、あまりそれだと皆さん聞きにくいでしょ。多少トーンを落とします。始まりました。多少トーンを落として、わかりやすく、かつまた多少テンポよく行ってみたいと思います。内容は、ぎっちり22年、食べてありますんでね、楽しみにしてくださいませね。じゃあ参りましょうかね。稲川淳二の、オールナイトニッポン、デラックス。募集したいんですよ、そこでもって皆さんから。ファックスなんですね。私、稲川淳二に喋ってほしいテーマを書いてですね、ファックスで送ってください。幽霊の話が聞きたいなってんだ、それでもいいですよ。それから例えばですね、うちのうるさいと申しましょうかですね、女房の話、その後どうなってんだって話ね、子供はどうした、そんな話でも結構でございますね。あと、日本をお前今どう思ってんだと、政治はこのままでいいのかという話はね、遠慮しに知らせてください。とにかくね、どんなテーマでも構いませんよ。お題をいただければね、やめろというまで私喋りますからね、たくさんのファックス、どうぞお待ちしておりますんで、よろしくお願いしますね。もちろんファックス、ただとは申しませんよ、ただとは。すべてのファックスの中から私ね、抽選でもって稲川淳二の特選、恐怖グッズをね、合計13名の方に差し上げますよ。さらにどんな災難も防げるというね、オリジナルの、これですけど、オリジナルの薬よけのお札をね、5名の方に差し上げます。これいいですよね。受付ファックス番号申し上げましょうね。東京0355000707。いいですか？東京0355000707でございます。0707でございますよ。ね、よろしくお願いしますね。それからね、プレゼントの恐怖グッズはいろいろあります。ビデオありますね。稲川淳二のね、恐怖物語。怖いんだ、これが。一人じゃとても見れない。自分でも見たくないぐらい怖い。からね、映画ビデオ、心霊2。映画館でやったとですからね、これ結構まあまあの人気でしたね。結構怖いんですよね。あとね、セガサタン用のね、ゲームソフト。古典高齢術っていうね、百物語。これね、結構アニメの雰囲気で怖いんですよ。これは自分でも怖い。さらに、CD ロム付き稲川淳二の秘蔵心霊写真。この写真は見たくないな、本当に。自分でも。すごい。
あとね、漫画でもって田舎人のすっごく怖い話2ってのなんですね。これも情けないぐらい怖いんですよ。合計13名の方にプレゼントいたしますからね。で、私にだから喋ってほしいことを書くだけで、季節外れの、ね、恐怖セットはあなたのものになるわけですから、今の時期がいいんですよ。今がいいの。夏だったらしょうがないからね、今のうち楽しむんですよ。どんどん送っていただきたいと思います。あの、受付ファックス番号もう一度申し上げますね。東京0355000707、いいですか。東京0355000707、たくさんのファックスお待ちしてます。稲川淳二のオールナイトニッポン、東京台場のですね、お台場の日本放送キーステーションに STB ラジオ、青森放送、静岡放送、九州朝日放送の5局ネットで大々的にお送りいたします。あ、かかった、嫌な曲なんだ、私の曲やめて。花の女子大聞かせた、まるっきり売れなかったんだこれな。アルバイト、うちへ帰ればお嬢さん、それは神田のなんとか女子大、そりゃかわいいね。初めにある、ずっとずっとせざれ、たまたかけた恋をして、逃げさっさと暮らします、それは目白のなんとか女子大、そりゃやりてだね。写真はくずかごに、花であしらい、またどうぞ、それは披露のなんとか女子大、そりゃぶりっこね。それは渋谷のなんとか女子大、そりゃのんきだね。ずっとせざれ、胸がキュンとなる恋をして、あなたに一生すがります、それは調布のなんとか女子大、そりゃ素敵だね。ナンパじゃ口説けない、両妻剣棒を鼻にかけ、それはジョージのなんとか女子大、そりゃ手がかかる。そりゃ美人だね。音で飛んでみたけど落っこちる、花より団子庶民的、三軒茶屋のなんとか女子大、そりゃ楽しいね。卒業後、お
ピースラブでご活躍花の東京のなんとか女子大そりゃ愉快だねそりゃ愉快だねあそれそれそれそうだよあそれいやそれそれあいつさんバカ負けもう信じらんないですか稲川淳二のオールナイトニッポンデラックス出るのがないでございますので取り行かないよそんなにお前でハガキの方がねポトッと金が高いぐらいだあすいませんあれ CM 終わったの今いや全然すいません喋り続けてましたからね何が何やら分かんなくてねやってましたんですけれどもねもう嫌なんだこのね花の女子大数えたね売れなかったんだ自慢じゃないけどねまあこれほど売れない曲もないだろうというもうこれ実はねなんでこのレコード出したかというと当時そのですねこの日本放送の系列でありますそのねキャニオンレコード儲かったんですよあるグループが出てであんまり儲かってもいけないからちょっと赤字出そうじゃないかっていうんで誰にしようかって考えたらたまたま日本放送は実はね当時ね歌関係の番組やってたんですよでじゃあ稲川に歌わせようってで要するに目論みとしては売れちゃ困るんですよね出たんですよ目論み通り売れなかったというねあ情けないな65円ぐらいの切手貼ってね封筒に来るんですよ銀行からね007ってなんだこれって7円入ったって封筒に切手65円かけて77円しか入んないんですよそういうような状況続きましてね買ったのが私が自分で責任買ったの持って買ったのは10枚ぐらいでねあと人に配ったりってせいぜいだから25、6枚じゃないですかね珍しかったですねこれどうなったんだろうと思ってね思いますけどもさて私がですねこのオールナイトニッポンをこのね第2部をやらせていただくなるきっかけって言うんですかこれ懐かしいですね今思い出したんですけど有名な六本木の方にですねレインランダカ協会ってありましたね友和さんとね桃江さんの結婚式挙げたの協会なんですがそこで生意気に私の親友が当時ね結婚式挙げるからお前司会頼むと言われたんですよで私その頃ねある実はね子供番組ねそれはテレビの方でしたけどちょっとやってたんですよでもそれでデザイナーですよ言ってきます私は本当にで頼まれたんでいいよ行ったんですね。で、教会から行かなくてもよかったんですよ。私、披露宴の方のホテル王からでよかったんだけど、やっぱり司会やる以上は教会も出たのかと思って行ったら、この日が嫌な天気だな。雨は降るし、目の前で交通事故起きてる人はすげえ日だったんだ。嫌な日だな、なんて言って、ほんでみんなしょぼんとしてるんですよ。と、バージンロードってんですかね、教会ありますよね。要するにその席へこう、ご来賓とか皆さん来てる真ん中に白く布を敷いてね、手すりのところになんかこう、リボンがこう結んだんですよね。やることないから飛び越したんだ、ポン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 それ遊んで。教会のおっさん来て怒ったんですよ。何をするんだ、ここでってから、すいませんったらすいませんじゃない。これバージンロードでもって一歩でもあんたも踏んつぶしちゃったらね、バージンじゃなくなっちゃうじゃないかって言われて、申し訳ないですねって謝ったんですよ。だから今度前の方へ詰めろって言うんですよ。みんなお客さんっていうのは教会の後ろの方に遠慮しちゃうんですね。前の方を詰めないんですよ。だから私言ったんですみんなに。おいみんな詰めてやろうじゃないかって。だから誰も詰めないから私一番前に座ったんですよ。自分が犠牲になって。だからまた怒られたんですよね。一番前は親兄弟の座るとこだったら関係ないじゃないですか。親でも兄弟でもないんだから。で怒られちゃってしょうがねえなと思って二列目行ったんですよ。とね賛美歌になったんですよね。私、今ご存知のように、花の女子大数えたのうまく歌ってましたけど、あれは特訓の賜物で、普段はキーを一発間違うと私ね、すごいんですよ。音ずれちゃって。それで、悔しいから大きい声で歌おうと思ったんですよね。そしたら、すごいですよ。当時のレインランダカ協会ってね、2階にね、こう、出っ張りがあるんですよね。こう、なんていうかな、テラスみたいあって、そこでもってね、大きいパイプオルガンが見えて、細いじいさんが弾くんですよ。と、すごい太ったね、お姉ちゃんが歌うんだけど、大きい声で歌うんですよ。で、私負けたくないから歌ったんですよ。なぜかね、教会来たりなんかするとみんな気取らない日本人は、歌わないみんな。で、私仲間に言ったんですよ。バッ私、子供の時にね、日曜学校行った覚えがあるんですよ。恵比寿の日曜学校へ。教会行ってからね、歌は歌えるんですよ。賛美歌ってね、誰でも歌えるんですよ。大体簡単ですから。それで、なんか、おひな書きみたいなのを調べると、賛美歌が書いてあるから歌ったんですよね。負けじと。で、向こうは声でかいんですよ。マイク使ったんですけどね。こっちも負けずにね、上向いて歌ったんですよ。と、その女が負けずに大きい声出すんですよ。こっちも負けずに大きい声出すんですよ。とね、なぜその女が大きい声出したかっていうと、私が音がずれちゃうから、困るから負けずに大きい声出すんですよ。でもこっちも悔しいから大声出したんですよね。で、ずーっとその女と私のね、一騎打ちだったんですけど、途中でね、歌詞カード見たら字が読めなかったんだな、私な。で、やめちゃったんですよ、歌うの。そしたら、満場の客がプッと吹き出しちゃって、隣の夫婦なんかだんだん鼻垂らしちゃってね、それで吹いてんですよ、勝手ね。ほんで、ずーっとみんな笑っちゃって、収まらなくなっちゃったんですよ。パイプオルガンは弾いてんだけど、お姉ちゃんも笑っちゃったし、どうしようもないんですよ。そしたら新郎新婦が、こう、ちょうどね、教会のその一番のその新婦さんの方向いてますよね。その向こう側からですね、じろっと私を睨んだんです、その新婦さんが。で、睨まれちゃったやばいなと思ったら、とっ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 てずれてきてですね、業界でいうのは下手側ですか？私のいる席の方へずれてきて、私の親友のお父さんお母さんの頭越しに私に文句を言ったんですよ。親しき中にも礼儀あるだろうと。何をふざけてくれるんだってことなんです。俺ふざけてないんだこと真面目に歌ったんだけど、何をふざけるんだって怒られたから、すいませんって謝ったけど、みんな笑うきりだったんですね。嫌な教会になっちゃいまして、終わって、
で、いよいよ今度はホテルの方でもって披露宴ですよね。司会始めたんですよ。何も言っても笑うんですよね。中本さんを紹介しようがね、来賓を紹介しようが笑うんですよ。どうしようもないから最後すいませんって謝って終わったんですね。で、終わったら一人の方がですね、私のとこ来まして、稲川さん、今の稲川さんネタですかって言ったら、いや、申し訳ない、すいませんでした、お騒がせしましたって言ったら、いや、結構面白かったですって言ったから、あ、そうですか、ありがとうございますって。で、すいませんけど、電話番号教えてくれって言うんです、私に。嫌な奴だな、こいつ、もしかしたら、って思って文句言ってくんじゃないかと思ったけど、しょうがない、うちの電話番号教えて、帰ったんですね。ほいで、どのぐらいか日が経ったら、電話が来たんです。日本放送今日来れるかって、夜。いや、行けなかないです、夜暇だったから、私当時ね。ほいで来たら何するんだったら、夜喋ってってくれ。聞いたら、俺たち日本の2部だって言うじゃないですか。それは憧れでしたからね。で、その時に、まあ、当時担当の、プロデューサーの方がいらっしゃいましてね、中川さんとした方がいて、ちょうど有楽町の日本放送の地下にはね、食堂があったんですけどね、そこへ私を連れてって、自分だけカレー食いながら私の目じろっと見てね、怖い目してるんだ、じろっと見てね、どのぐらい喋れますって言うんですよ、ブスッと。どのぐらい喋れますって。どのぐらいって言うから4時間も喋れいいんですかって言ったら、あんたそんな喋んのって言うよ。だってどのぐらいって言うから俺4時間つったんだけど、って2時間でいいって、あ、そう2時間で結構ですかって、わかりましたって言ったら、今日やってってくれるって言うから、あ、いいですって言ったんですよ。それで、連れてかれたんですよね。情けないですよ。西も東もわかんないとこ連れてかれて、ガラスの中じゃないですか、ぽっとす、座らされて。それでその紹介してた作家の人がですね、稲川さん、お腹すくでしょつって、当時どっかで持ったの焼きそば売ってたんですね、安いやつ。その焼きそばをですね、それもですよ、お皿じゃないんですよ。ラップにくるんで持ってきたんだ。汚ねえんだ、それとね、稲荷寿司、ポンポンと置いて、稲川さん喋ってって。その時私は何が心配だったかというと、帰りのタクシーだったんですよね。もう電車なくなっちゃいますから、夜遅いしね、明け方ですから。あれ、電車なくなったら、どうやって俺帰ろうか、そればっかり心配だったんですよ。それで、喋ったんですよ。話はもちろんないし。と、だんだん人が集まって笑ってんですよね。で、終わったら、いやー、ご苦労さん、稲川さん、ね、ご苦労さん、ご苦労さん。あれだね、あんたみたいに毒にも薬にもなんないこと、こんだけ喋る人は珍しいねって言われて、おい、大きなお世話だと思ったけど、帰ったんですよ。タクシーで送ってもらって。で、帰って、次の週になったらまた電話来たんですよ。空いてるって来ないって言われて、また来たんですよ、俺ね。で、また喋ったんですよ。で、またその次の週も空いてたら来ないって言われて、毎週毎週電話が来たら誘われてくるんですよね。だってレギュラーって言われなかったですね。で、気がついたらば、ずーっとやっておりましたですね。だから、不思議ですよね。あなたは今日からレギュラーですって言われたわけじゃないんですよ。で、ずっとやってましたね。普通2部っていうのは結構そんなに長いことやらないんですが、私はですから結構1年半ぐらいですかね、やっちゃいましたよね、長くてね。楽しかったですね。頃の思い出って今ありますよ。で、1976年って言うと、数えたらですね、昭和51年で、そうなんですね、泳げたやきくんとか出た頃ですよね。この泳げたやきくんを作った、高田さんという先生が、私のですね、ハノン女子大学風歌の作詞ですからね、作曲森田浩一さんですからね、企画したのがですね、森谷博さんという、すごい豪華な面々が揃ってて、内容は全然ダメだったんですけどね、思い出すなぁ、頃なぁ。でも本当に花と輝く素晴らしい時代でしたよね。私ね、本当に、頃に。で、だから、このオールナイトニッポンをやらなければ、僕はあのまんまですね、デザインの道ずっと進んでましたね。それが、いよいよ結婚しようという時に、どうしようかと。このオールナイトニッポンのおかげでもってですね、深夜のね、テレビの番組に入っちゃったんですよね。だからそのテレビの番組、それもレギュラーが入っちゃってるし、どうしようかな、そうだ、2年ぐらい頑張ってみようと、レギュラーがあるから。で、もしも、ね、2年ぐらいやってダメだなと思ったらデザイン戻れるけど、3年になるとちょっときついかなと思ったんで、まあ親やね、うちの女房は辞めると思ってないですか、この芸能の方の世界をね。でも私、やっちゃったんですよ。3年目から食えましたね。不思議なもんですよね。で、たくさん思い出ありましたよ。でもその頃日本放送で私ね、他にもね、全日本歌謡選手権なんてやらせていただきましてね、梶美京さんってね、大変なアナウンサーですけど、方とやっていただいて、あの頃だってすごかったな。実際スタジオに大変な方がお見えになるんですよ。サザンオールスターズだとかね。まだ新人ですよ、サザンオールスターズ。感じのいい学生でね、皆さんが。あーって、僕ん家遊び来ないとかなんか言われたんですね。行かなかったけどな、行きゃよかったんだっけな、言われたしな。それから電話でもってよし行くぞが、イエイイエイなんて、なんだこいつだと思ったらよし行くぞって売れましたね、あの人も。あの後長い付き合いしてますけどね、屋敷隆人さん電話でやり取りしましたよね。松山千春さん、あの方もな、そうでしたよ。皆さんが、そうやってデビューするときに、私お会いしてたんですよね。はい、ピンクレディもそうでしたよ。皆さんがそうでしたね。だから、素晴らしい、なんていうんですか、その思い出だとか、私たちは青春ど真ん中の時代を、そうさせてもらったんですね。でね、松山千春さん、昨日、そうでした。確かね、オールナイトニッポンおやりになったわけですよね。デラックスを。でね、思い出があるんですよ、松山さんって。これちょっとね、芸能界の話になっちゃうんだけどね。何が思い出かっていうと、私ふるさともやってたんですよね。これテレビの方の番組でやってたんですよ。ふるさともやってたんですよ。で、あっちこっちってだんだん北上がってったんですよね。北海道のアシュロ行ったんですよ。で、アシュロって名前は知ってたんですよね。どの辺か知らないけど。で、アジョには何があるんだ名物がっつったら、あそこには松山千春さんとそのお母さんがいるって言うんですよ。で、人間名物って珍しいじゃないですか。行ったんですよ。元気のいい素敵なお母さんでしたよ。ところが、それだけで縁なんないんで、あるくらい探してましたらね。役場の方が、稲川さん申し訳ないんだけど、実はこのアジョはこれからね、スポーツの王国というんでね、売り出したくって、そのパラグライダーっていうのはやってるんですよ。当時まだパラグライダーなんてのは誰も知らないんですよ。で、あ、そうですかって言ったら、一つそれを撮影してってほしいって言うんですよ。
こっちは予定があるから、予定があるからね。そんな、大きゃ言えないけど、一応、役立つ世話になってますから、役場の方の、まあね、顔を立てる意味で、じゃあ、お伺いしましょうと、ディレクターと言ったんですよ。したら、アショのね、小高い丘のところに、なんかカラフルなね、パラシュートみたいなの置いたんですよ。で、人がわーっているんですよ。あ、なんかやってんなーと思ったんですよ。で、上がってったら、これからこれをね、下にあるジープ、見たら丘の下にね、ずーっと向こうにロープ張ったってね、その先にジープが止まってるんですよ。このジープでもってこのロープ引っ張ると、この人がぐーんと空上がってって、それで空でもってこうね、飛んでるって言うんですよ。ああ、パラシュートみたいなもんだけど、そうなんだなと思って、陸から上がれるんだなと思ったら、その時知らないって。それで、今からやります。で、カメラマンもじゃあ用意してって言ったんですよね。で、上がったんですよ、その時。じゃあ行きましょうって、ジープがブーンと走った瞬間に、あれ、スコーンって上がるんですね。スコーンと上に、まっすぐぐらいに上がったんですよ。上がったんだけど、その上まで行ったら、そのロープが自然にカチンと外れてですね、で、スパーンとロープが、そのパラシュート、長四角ですよね。長方形の長い、羽みたいなやつ。それがポーンと、空で広がって、ピンピンに張った状態で滑空するわけですよ。で、シューって上がって、ポソンってね、ロープ落ちたんだけど、その時私ね、なんか変だなと思ったんですよ。てかね、パラシュートが張ってないんですよね。おにょ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 ってしてんですよ。なんか、うにょうにょしてるんですよ、まだ。普通、そこまで行ったらピンと張ってなきゃいけないわけでしょ？張ってないんですよ。でもロープ取れちゃったのね。そしたら、あっと思ったら、一回ね、ふっとね、止まった瞬間があったらね、スーッと落ちちゃったの、そのまま。落っこちちゃったんですよ、パラシュートが。あれーと思ったら、村人が大きい声で、あー、死んだ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 って言ってんですよ。死ぬわけねえんで、まだ空飛んでんだからさ、その人がさ、でゆっくり落っこちるんですよ、それが。ファン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 。パラシュートがね。みんな村人が飛んでくるんですそっちの方へ。死んだー死んだって。シャレにならないです、こっちはね。テレビの仕事で行っていてね、ディレクターしちゃいけないから、ディレクターも私もね、カメラさんもみんな走ったでしょ。その落っこってくる彼の方へ。バーッとね、おにょ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 っとしてね、ドーンと落っこったんですよ。その瞬間、土煙がバーッと上がったんですよね。これはダメかと思って、すごい勢い飛んでてみたら、おっさん動いてんですよ、って。ヘルメットかとおっさんがクキッククキって。だから、ね、私が、大丈夫ですかって言ったらおっさんが、大丈夫じゃねえよって答えたんですよ。で、大丈夫なんですだからね。うん、大丈夫じゃねえよって答えたんですよ。それで、ヘルメット取ったら、疲れ切ってな顔して、冗談じゃねえや、今日風がなくて飛べるわけねえじゃねえかって。あ、飛べないですかと、飛べないねえ、今日は。つったんです。ただ、うちのディレクターが、今日は飛べないんですね。じゃあすいませんって帰ろうとしたら、村人や役場の人が、取ってけって言うんですよ。だって勝てないんでしょって言ったら、いや、勝てないけど取ってってほしいって言うんですよ。で、取ってってったら僕らも一応スケジュールがありますからって言ったら、頼むから取ってって言うんですよ。じゃあ風来ますって言ったら、それ分かんないって言うんですよ。風来るかどうか分かんなくてね、写真は撮ってけ、それは無理な話じゃないですか。弱っちゃったね、稲川さんどうしようかねって言ったんですよ。そしたら、ディレクターが冗談で持って、どうします稲川さんが飛んじゃいますって言ったんですよ。冗談で。そしたら、さっきまで飛べねえ、風がねえって言った連中が寄ってたかって、飛んだ方がいい飛んだ方がいいって言うんですよ。俺飛んだことないですよ、そんなもん。だからダメ、俺、空飛んだことなかったら、大丈夫だ、稲川さん。空飛んだら教えるって言うんですよ。どういうことって思ったら、白い人のね、服のポケットにね、突然ですよ。変なね、トランジスタラジオみたいなの突っ込んだと思ったらね、耳にイヤホン突っ込んじゃうんですよ。やだっつってんのに。俺、やだやだってにね、パラシュート着せちゃうんですよ、私に。それで、わーってね、稲川さんいい車が引っ張るからって。崖の下で車が引っ張ってるんですよ。そんな逆らえるわけないじゃん、こんなもんね。いい車が引っ張ったら逆らっちゃいけないって走ってけっていうの、車の方に。やだ、そんなんだけど、バーンって引っ張れたら、ショーン走ったんですよ。二回引きずられましたよ。これは痛かったなぁ。ずーっと引きずられたんですよ。それで、稲川さんね、今日風がないから、一旦空へ飛んでも、足踏みはやめないでくれと。空中をかけててくれと。空中で足をずっとかけてと。地面に二三回落っこっても、稲川さん走ってれば、絶対いつか飛べだろうって言うんですよね。漫画ですよね。それで、何回か飛んでたんですよ。失敗した時に言うんですよ。ダメだよ、おい。金具間違えてる。人に金具間違えてつけて、私空飛ぶんですよ、これから。命かけてるんですよ。何金具もね、間違えてつけてるんですよ。それで今度さ、金具を直して、稲川さん大丈夫だよ。金具が直ったからね、今度は飛ぶからね、いい。どんなことがあってもずっと空中走ってんだよってから、しょうがない、やりましたよ。バーッ引っ張られて、空中走った。上がったな、スカーッと。50メーターぐらい。ピーンと落っこったの。うわ、飛んじゃったーって、恐怖わかります？恐怖わかるかな？あ、飛んじゃったーと思った瞬間に、ガービーが、確か下からですね、そのイヤホンで操縦を教えるって言ったんですよ。そのイヤホンが、ガービー、俺操縦わかんないよ、空飛んじゃった50メーターぐらい上と思って、うわ、怖ーいと思って、おーいおーいって下に叫んだら下の方でもって、村人が120人ぐらいが寄ってたかって、あーでもねー、こうでもねー、あーでもわからない。だんだん斜めになっちゃってね、それが。飛ばされていくんですよ、スッと。でも、下手にいじっちゃって、上空行っちゃっちゃったらもっとどうしようもないから、この際、このまましてよと思って固まってんですよね。そうすると、情けないことにね、北海道の地平線が見えてくるんですよ、ずーっと。懐かしい子供の時の思い出とかね、母親の顔だとかさ、うん、女房の顔や子供の顔がね、脳裏をね、こう、よぎっていくんですよ。うわー、俺嫌だなと思ったけど、ふっと気がついたら、案外急激に怒ってん。ゆっくり怒ってくるんですよ。あ、なんだ、結構ゆっくり怒ってんじゃないかと。このまま行きゃどっかつけんなと思うけど、向こうに川が見えるんですよ。私、水恐怖症なんだ。川はやだ、やめて、川はと思って。で、進んだったらね、牧場の上でいちゃったんですよ。ふと、星草の山があったんだ。あそこに落ちてー、あそこに落ちてーと思ったら、人間ダメだな。スーッと素通りだな、そこは。あー素通りだと思ったら、ね、今度は岩山見えてきたの。うわ、岩山だー当たりたくねーと思ったら、どんどんそっちへ向かっていくんですよね。でも本当は岩山だってちっちゃい山だから、本当はそういう距離があるんだけど、一生懸命足上げてんのね、自分で持って、当たらないにね、足上げてるんですよ。その上で通過、スーッと。
一体どこへ行くのかなと思って、ちょうどだんだんとですね、高度下がってきましてね、20メーターぐらいしたの、高度が。50メーターから。やったな。だいたい計算できますよね、距離とかあれが。そしたら向こうに茶色い山が見えたんですよ。あ、待てよ。この調子で落下していくと、多分茶色い山に激突するなと。その場合、横っ腹からぶっかっていくと怪我しちゃうから、飛び切りの格好しようかなと。私結構プロレスさんが好きですから、飛び切りの格好しようかなと考えたんです、いろいろと。で、なるだけそっちに行きたくないな、行きたくないなと思うと、人間おかしいもんですね。嫌だな、行きたくないなと思って念を入れると、どんどんそっちに近づいていくんですよね。ずーっと、その、土の山に。どんどん近づくんですよ。100メーターが70メーター、50メーターだった瞬間に違う。何か違う。山はでかく見えちゃう。臭い。目がすげえ痛い。痛え、これ違う。山じゃねえ。岸じゃねえと思ったき。そうだな、10メーターぐらいしかできない。分かった。それね、牧場のね、牛や馬のね、巨大なクソの山だったんですよ。すごいんですよ。かさぶたみたいに固まってんの、真っ黒に。やだーと思った、その瞬間、ブルーン横っ腹ですよ。山の横っ腹。ブルーンまあ、詳しくお話すると申し訳ないんですけどね。どういう状況かというと、日射を浴びてるもんですから、その山がですね、周りはかさぶた状に固まってんですよ。シュークリームと同じですよ、シュークリームと。周り固まってて、中柔らかいんですよ。ジャバンジャバンなんですよ。その殻を突き破っちゃったもんだから、なんか、ジャバ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 って買っちゃったんですよ。パンツとつけたまんま。ほらもう、目ん中、口ん中、鼻ん中ね、ビシビシですよ、耳も入っちゃったし。全部食らえちゃって。で、ギポギポ言いながら私ね、書きましたの。カーって書きました。目痛い痛い書きまして、やっと顔が出て、助かったんですよ。空気が吸えて。はぁーと思ったら、村人がダーッと来て、よかったなー稲川さん、クソの上でって、バカ野郎ですよ、冗談じゃない。それで、その後のロケやりたいんだけど、どうしようもないんで、洋身店行って買ったら、服がないわけですよ。だって、もう何シーンか撮っちゃってるから、突然服が変わっちゃうわけでしょ？それで、まあ買ったんですよ。変なストライプの服をね。それで体も洗ったんだけど、全然匂い取れないんですよ。だからディレクターが、稲川さん、帰りはスーパーシート取りますよと。取ってくれたんですよ、スーパーシートをね。それ嬉しいんだけど、乗った瞬間に言ったんですよ、東京まで帰る時に匂っちゃってるから、スチュアレスのお姉さんに、申し訳ないけど、実は私、クソの中起こったんですったら、プッて吹くから、いやいや、これ、悪いけど、なしってくんなかと。俺、すごく臭いんで、ネキが前の方座らせてくれたんですよ。そしたら、入ってジャンボの当時2階席でしたよ。そのトイレのすぐ前に私座らせてくれたんですよね。で、北海道から乗る人がね、4人ぐらいいなかったんですよ、ジャンボのスーパーシートをね。で、乗ったんですよ。ビャーンと走ったんだけど、臭いんですよ、やっぱり匂いがね。で、斜めにいる紳士が一生懸命話し聞きされてるんですよ。つって、スチュアレス呼んで注意してるんですよ。便所が臭いって。それで便所は私が臭いんですよね。便所とか座ってる。で、やってるんですよ。で、一番嫌だったのが、黒人のね、紳士の方が座ってらっしゃったんですよ。これで鼻がいいんですよね。ずーっとね、やってるんですよ。それで、こうね、私の方にずーっと鼻が向いてくんですよね、変わって。その時で罰悪くてね、どうしようと思ってね、辛い思いした方があるんですよ。いやー、本当にね、すいません、なんかね、松山さんでもってこういうのを思い出して申し訳ないんだけど、私、松山千原さんって言うと、その例のアシュロンですね、臭い、クソの思い出ですか？パラグライダーのね、その思い出がありますよね。いやいや、なんだかんだ言っちゃって申し訳なかったですね。あらら、あ、曲一緒の、これね、カーペンターさんですね、これね。トップオブザボールと。ああ、でも本当にね、臭いのってのは痛いんですよ、あれ、本当に。目に染みる、鼻に染みる。こうやって考えてみると、やだな、恥ずかしい。この歌聞かれて、もうね、自分で聞くのも恥ずかしい、本当に。最初最後ですから、こんなレコーディングなんてのはね。すいません。ファックスいただきましてね、ありがとうございます。本当来ておりますかね。懐かしいな、これね。稲川さん、市川と言いますが、若い時、今、昭和記念公園になっています、立川、米軍基地の中でアルバイトしていませんでしたか？私も大学生で一緒に働いていました。あー、なるほど。あ、顔見りゃわかるかもね。私いましたよ。だって、ティーンクラブとかああいうのがあってね、当時憧れでしたよね。それで、バイト行きましたよ。で、いつだったかな。私は実家が国立だったんで、自転車乗って行ってたんですよ、なすかね。それで、帰り出てきたらば、ちょうど同じ部署で働いてるね、そのお父さんが、飲んでいくかいって言ったら、外に酒屋さんかなんかと思ってね、みんな焼酎飲んでてね、私も思いっきり飲んじゃって、気がついたらそのまま自転車ごとね、土手に倒れたことあったけど、あーよかったな、この時代。そうですか。じゃあきっと今、市川さんも、同世代だから、いいお父さんしてらっしゃるし、もしかするとお嬢さんの見れば結婚しちゃったかもしれないぐらいな、そんな時代ですかね。私らにも、ヤングな時代というか、若い時代があったんだな。で、私ほとんどね、デザインやっておりましてね、この中にね、渋谷のデザイン学校に通っていると、記憶していますがって、いただいてるんですが、私ね、デザイン、やっておりまして、工業デザインってのやってるんですね。で、実はね、デザインミスで大変恥ずかしいんですが、ちゃんとグッドデザイン賞も取ってるんですよ。意外と思い出でしょうけれどもね。で、どういうことだとね、工業デザインっていうのは、早い話が立体すべてですね。
ですからここに私今目の前にマイクがありますが、このマイクもそう、それから、ラジオだってなんだってみんな形ありますよね。工業戦士、それから建物関係もそうですね。要するに立体は全てですね。場合によっては女性の下着類までを立体で起こしたりしますね。ハイヒールなんかもね、起こしますしね。何でもするんですよね。ただ意外に日本では知られてないんですね、工業戦士ってのは。っていうのは昔から物を作るその専門職の方がいらっしゃって作ってるから、工業デザインっていうのは別にその意識してなかったんでしょうけども、何でもしますよね。ですからお店の方の内装も外装も外観も全部やったことありますけどね。でそうですね、東京の方でもって分かりやすかったとすれば、私の作った店も壊れましたんで、今私が友達に作ってあげたこのお店ありますんですが、作ってあげたってちゃんとお金をもらってるんですけどね。世田谷のね、駒沢にありましてね、炭火でもって焼肉のレストラン、えらく美味しいんですよ。カンカンと焼肉カンカンってなるんですが、これも1階から3階まで、これ実にね、デザインいいんですよ。うん。もしかして焼肉で失敗したらね、ファッションビルにしようと思って作ったぐらいですか。デザインすごくいいんですけど。で、おまけに場所がおしゃれなとこなもんですからね、炭火でもってほらね、いい匂いするの構わないけど、女性の場合髪の毛についちゃったりしたらまずいなと思うもんですから、匂いがつかないような仕掛けなんかやったのは当時最初ですよね。実は今年でもってですね、10年目なんですよ、この焼肉カンカンは。だもんですから今年の夏はですね、そちらでもって、なんと私怪談話もやらせてもらったんですけどね。で、私実はこれ作るときにね、設計はしたんです、デザインも。したんですが、自分忙しかったもんですから結構ね、芸能界もやっぱり。で、特に10年前なんて、もう稼ぐに毎日一生懸命でしたからね、たまにしか顔出せないわけですよ。ただあるし、この友人でオーナーであります、そのね、彼がですね、連絡してきたんですよ。困っちゃったって。何が困ったんだと思ったら、厨房が、駐車場に出ちゃった。厨房わかりますよね。台所ですよね。駐車場わかりますね。ガレージですよね。どこの世界にですよ。ね、台所がガレージ出るバカいます、そんなものが。あるわけないじゃないですか。で、何を言ってんだって聞いたらそうなんです。このビルというのはもともとですね、1階2階があって2階の一部が3階のようになってるんですが、一つ分上上げちゃったんですよ。要するにその設計施工じゃなくて、施工屋さんっていうかな、建築屋さんの方が、おったんちょっと。上げちゃったんだけど、お台所の部分っていうのは配管屋さんは、花から1階だから配管そこで作っちゃったわけですよ。と、配管が敷いてある部分には車が止まるようになっちゃったもんだから、台所で1回上がっちゃいましたからね。2回になっちゃったんだから。どうしようもないわけですよ。じゃあ作り直そうって話になりましてね。半年かかりました、これ。大変でしたよ。お金はかかるしね、スタッフの方全部キープしなくちゃいけないんでね。で、辛かったんで、私ある時写真を撮って、自分の写真、カンカンって字入れてね、持ってったのが、今でも貼ってありますよ。10年前のまんま。もう写真が古くなってますけどね。でもおかげさまで今はですね、有名な方々、ね、有名人、芸能人、たくさんの方いらっしゃいましてね、本当にありがとうございます。まあそういうことありまして、お詫びにですね、この店の宣伝兼ねましてね、私やっておりますけども、すいません、電波借りてね、とんでもないで、ただとは言いません。ええ、ただとは言いませんから。というのはですね、中にはいると思うんですよ。お肉食ってみたいってやつね。焼肉もう3年も食ってないんだ、俺もう死にそうだってやついると思うんですよ。私もあんまりも食ってませんけどね。で、その焼肉いっぱい楽しみたいなんて方、あるんですよ。カンカンね。で、これね、カンカンコース。これ、まあ、4000円系相当でペアでもって5組の方、合計10名様ね、ご招待します。これはね、本当に美味しいですよね。これ、4000円ぐらいって言うと、っていうかもしれないけど、ここでの4000円ってすごい豪華です。肉なんか最高にいい肉使ってますしね。美味しさでは絶対自信ありますから、芸能関係の方々ほとんどいらっしゃってますからね。で、焼肉食べてみたいと。稲形の出題したというね、その素晴らしい方を見てみたい。そういう方はですね、はがきでご応募くださいませ。すいません。宛先はですね、郵便番号、137-86。837-86。いいですか ?138、ごめんなさいね。137-86。間違えちゃった今。137-86。日本放送、稲川淳二のオールナイト日本、焼肉食べたいの係まで。いいですか宛先は、137-86。日本放送、稲川淳二のオールナイト日本、焼肉食べたいの係まで。お店はですね、世田谷区駒沢3丁目でございますね。国道246、渋谷からずっとありますよね。下って行って、新町1丁目交差点を右に入ってすぐです。この新町一丁目には昔ですね、幽霊交番となって有名だったの。遠い今中でありますけどね。で、この246ずーっと行くとですね、自由学校があって、ここにはですね、幽霊が出る公衆電話ってのがあるんですね。これ有名な話なんですけどね。電話番号は一応申し上げましょうね。東京03-3410-8929。東京03-3410-8929ですよ。いいですか本当にね、これですね、焼肉と覚えていてください。でください。3410の焼肉ですかね。3410の焼肉ですね。焼肉と覚えてはね。3410-8929でございます。味は本当に結構で、お塩付きでございますから食べてみてくださいませ。締め切りは来週月曜日のですね、決心有効でございます。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。てなわけでございましてね。おー、曲が来た。大変大変。リンマーチンですよ。誰かが誰かを愛してると羨ましいやつがいるもんだな。じゃあ。
ですか、稲川淳二のオールナイトニッポンデラックス。もうね、これだけファックスになると嬉しいですね。本当にありがとうございます。私ごときにこんなにねファックスをくださるその気持ちが嬉しいですね。じゃあ読んじゃいましょうね。これね、あの横浜市のね光一郎さん、35歳の自営業さんね、幽霊よりも奥さんの方が怖いとワイドショーで取り上げられていたのに、なんで離婚はしないんですか。ああなるほどな、もっともだよな、ひょっとして奥さんも自爆霊のように稲川さんに取り付いているんですか。怖いこと言ってくれるけどね、結構怖いもんがあんだ。もう平成3年忘れません、1月元旦。やだね、どうもね。うん、私もね、頑張って家を出てから6年と10ヶ月過ぎましてですね、いよいよ11ヶ月目迎えておりますけどね。何かというと簡単ですよ。これ別にこうやって言うとね、またうちの女房がもしか何かで聞いてると、あんたは私を責めて自分ばかりいい格好してると言われるかもしれませんが、大体ね、年末年始、最近はあの、行く年とは入るのなくなりましたけど、当時はね、毎年毎年やってたんですよ。とね、もうほとんどね、年末の最後、3日ぐらいなんて家帰れないんですよ。だから、29、30、31ですかやって、で、元旦はっていうと、やはりこの日本放送とはご縁の深いですね、このお台場にある、要するに、フジテレビでございますよね、当時のね、あそこの、あけぼの町にあった。あそこへみんな流れていくんですよ。と、そこでもっと夕方まで番組にしまして、それでなんだか知らないけどお祭りやってたんですよ、みんなで。で、お疲れさん、今年もよろしくやったんですよね。疲れてんですよ。それで家帰るわけですよ。東京の正月寂しいもん何にもないしな。家着いたんだな、平成3年1月元旦。玄関の前だったら誰もいない、人気がないんだ。わかるじゃない、私結構勘がいいから。家電気ついてないんだもん、だって。嫌だな、開けんのと思ってカチャリとね見たら、あのノブ持ったらさ、鍵がかかってんですよ。鍵がかかって暗いということは大概人いないやな。で、鍵でもってカチャッと開けてギーって言ったら中が寒いんだ。暖房がついてない。もうこれ絶対いないやな。だけどと思って、あの明かりをつける瞬間の寂しさわかる？ね、見たくないの、その景色が。カチンとスイッチを押して明かりがついた途端にね、段ボールが転がってるわね、タンスは引き下がってるわね。ほいで、うちにいたね、犬も猫もいない。家族全部いないの。どこ行ったかわかんない。悪い癖でね、どこへ行くって一言言ってくればいいんですよ、私ね。言ってないんだ。毎回そうなんだ。なんだか知らないけど。で、カチンと、なんだこいつだと思ってね。亭主疲れて帰ってきて、新年ね、早々家族の顔見て、今年もな、いい年にしたいな、なんての話しようかと思ったらいないんだ。で、料理悪くないんだ、そんなもん。食べるもんも。で、もう悔しいから、じゃあいいや、どっか行こうと思ってね、自分の車を出して、実家行こうと思ったらガソリンがなかったんで、いつも行きつけのね、あれこれ面倒かけてガソリンスタンド行ったんですよ。そしたらそこのね、旦那が働いてんの。嬉しいじゃないですか。私以外に働いてる人がいたわけで。で、その旦那にね、ガソリン入れてもらいながら、言うとはなく、なんとなくね、ぼやいたんですよ。たく冗談じゃねえ、あったかな、うち帰ったら誰もいないんで、つったんですよ。どうしたんですって言ったら、いや、うち帰ったらさ、誰もいないんだよ、って言ったら、奥さんとは、全くどこへ行ったんだかって私は言ったらね、その旦那が、あ、奥さんね、福島の温泉行ってますよ、って言うんですよ。私の知らないことをね、ガソリンスタンドの旦那が知ってんですよ。あ、そうなの、ガソリンスタンドの旦那してから、あ、そうなのってね、こっちもしょうがないとぼけて、全くいつ帰ってくんだかって、言うとはなくつぶやいちゃったの。全くいつ帰ってくんだかって言ったら、そのガソリンスタンドのおやさんが、あ、3日に帰りますよ、って言うんですよ。日にちまで知ってんですよ、なんか。あ、そうなの？ 3 日帰ってくんだ。さったく、もういつも言ってくりゃいいのになぁと。あ、でもね、その後稲川さんね、石川さんとスキー食ってましたよ、との。それまでしてね、で、すいませんけど、それいつ帰ってくんですかって聞いたら7日だったんですよ。あ、そうなの？ 7 日なのと思って。しょうがないから車乗って実家行ったら実家もどっか行っちゃっていないんですよ。それで、その時たまたま私ね、自分の工房の設計してたんですよね。今茨城にあるんですが、鹿島アントラーズのすぐそばにあるんですけど、その設計してたんで、ちょっと別にマンションのね、小さい部屋借りてたんですよ。で、そこへ行って、部屋人のあまりにも悔しいから、そこでもってね、ちょっと仕事したろうと思って。で、3日経ってね、女房帰ってきて、私にね、あ、どうもすいませんでしたって、笑いながらね、謝ってくれやね、うん、こっちも笑顔で受けたろうと思って、3日経ったんだな、誰も来なかったんだ。よし、じゃあいいやと思ってね、帰るの悔しいから、どうせ好き言っちゃうって言うからね、7日には来るんだろうと思って待ってたんですよ。一応私は。7日になったんだな、私その間仕事してんですよ。7日になったら誰も来ないんですよ。ああと思ってね、7日になってもね、挨拶一つこれ何事だって、子供まで来ないんですよ。何を考えてんだこいつだと思って悔しいから、向こうが謝ってくるまで帰るもんかと思ったら1ヶ月経ってたんですよ。1ヶ月経ったんでさすがに俺も悔しいから、うち行ってね、ドアのノブ持ったらね、ドア開かないんですよ、鍵かかってて。で、鍵で持ってガチャって入れたら、鍵かかんねえんだね、これね、ダメなんだね。鍵が違ってるんですよ。入れないでしょ、なんか。しょうがないからまた戻って、ふざけたやつは電話するのも悔しいから黙ったんですよ。それが2ヶ月になって、3ヶ月 ?4 ヶ月になってね、家の前通りかかったらね、みんなでね、一家団らんですか、しゃぶしゃぶなんか食ってんですよ、窓から見たら。で、知らぬやつがね、混じって嬉しそうに自分の家のようにしてね、食ってやがんですよ、笑ってて。子供も懐いてやがってね、でむっとしちゃってバカ野郎と思ったもんだから頑張ったらね、半年ですか ?1 年経ったら帰りにくくなっちゃいましてね、気がついたらもう6年と10ヶ月過ぎちゃったんですよね。でもちゃんと私言ってきますけど、女房のその誕生日。12月8日、真珠湾攻撃の日なんですけどね、人に女房。ちゃんと花持っていくんですよ。で、キンコーンとね、はいってから、あ、俺だけど、はい。下がるんだね、声がね、あれ。あれが嫌なんだな。はいがね、はいなんですよ。ちょっと、渡したもんがあるからってな、はいって来るんですよ。ドアがね、ほんの10センチぐらいしか開かないの。全部開けないじゃねえか、なんだもんね。10センチしか開かないんだよ。で、これって花を見せるとね、ヒュッと手がパッと持ってくから、あっとって、バーンドアが閉まってね、指先挟まれそうなんですよ。そうなんですよ、毎回毎回。私は別に何も悪くないんですよ。ただ一回だけ、
今から何年ぐらい前かな、3年ぐらい前かな、私のね、友人の仲間内のね、お葬式がありまして、お父さん亡くなられて、その時、私行ったんですよ。ただね、女房が喪服を着てね、受付やってるんですよ。で、どうも、この度やってって、女房がどうもご苦労様ですって受け取ったんですよ。変な話なんだけど。で、たまたま私、セビって大きい車を持ってるんですよね。と、そのセビっていう大きい車を止めるのがですね、その家の前の道路反対側にくっつけるようにして止めたんですよ。と、これから焼き場へ車ったんじゃないですか、バス。あれも大きいから、道路の反対側にくっつけるようになったんですよ。と、その乗り口がですね、そのくっつけた側の塀の方に面してますから、その塀と車の細い間を縫わないと、私の車はアメ車で持って入り口そっちですから、と、乗れないわけですよ。乗ろうと思ってその車とその細い塀の間を横に斜めにね、ずるようにしていったらば、なんと女房がですね、向こうのこれからほら、ね、焼き場行くそのバスの方を、やっぱり隙間をですね、こうずるようにしてきたんですよ。見た目があったんです。女房も向こうからやってくる。私もこっちからやってくる。ちょうど隙間30センチぐらいのところ、ずっと打ってきたんですよ。で、下のチビを連れて女房が来たんですよ。それで私をピッと見たんですよ。私をピッと見たんですよ。何か言おうかと思ったら、向こうも何も言わないで、乗ろうとしてるんですよ。その時の女房の色っぽいことね、喪服がいいんですよ。ほら、もう何年か見たかったから。私、ムラムラムラとしたの覚えてますね。結婚して初めて女房にムラついたのはね、うん、ここでもってどうにかしようかと思ったんですよ。私、本当にね。以来また会ってないんですよ。年に一回ぐらい会いますけどね、下の子供はこんちはってたまに言うんです、私にね。こんちはじゃないんだ。俺はお前の親父だったんだ、本当に。情けない話ですけどね。稲川淳二のオールナイトニッポンデラックス。申し訳ないんですが、本当にね、すいません、すいません、どん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 喋りっぱなしでございまして、ご迷惑かけてます。ただいまですね、私、稲川淳二に喋ってもらいたいことをファックスで募集しております。で、稲川淳二にトークのお題をいただければですね、それを魚にな、とにかく喋り続けますんでね。で、ファックスを送っていただいた方は、すべてのね、方の中からですね、抽選でもって13名様には、恐怖 CD やビデオね、それから心霊写真集などの、これ稲川淳二の恐怖グッズをね、差し上げましょうね。で、さらにどんな災難も防げるという、オリジナルのですね、薬除けのお札、これすごいでしょ？ね、を、ね、5名の方に差し上げます。で、受付ファックス番号なんですが、東京 03-5500-0707 でございますよ。東京 03-5500-0707 でございますね。たくさんのファックスね、お待ちしております。で、まあね、心霊の関係の話をね、聞きたいというファックスがね、随分殺到しておりますんでね、8時になりましたら、ちょっとこれ、新しいやつがあるんですよ。この話しましょうか。これね、自分でもね、今回ここで喋るとかな、人様の前でお話するのは今回初めてなんですかね。部屋を暗くしてね、聞いていただけるとね、盛り上がると思いますんでね、どうぞ一つですね、楽しみくださいね。8時から、怖い話。これ病院関係の話、それから北国に行った時の話、それからお部屋なんですが、この病院関係と、あとね、それから携帯電話の話ってあるんですよ。これもちょっと気持ち悪いな。うん、さっきの246の話ありましたけどね。その話に似てますよね。だって病院って考えてくださいよ。あそこですよ。皆さん治りに行かれる。それはもちろんそうだ。でも、治って出てくる方もいれば、入ったきり戻ってこない方もいるわけですよ。あそこはまさにですね、生と死の境なんですね。この世とあの世のですね、繋げるそのトンネルみたいなところなんですね。病院にはたくさんそういう話があるんですよ。私も実際そういうね、問題のある病院で録音したことあったんですがね。これは本当に怖かったですね。そういうようなお話をね、やってみたいと思いますね。あ、なんじゃないでしょう。お、なんか、来た。何来ましたね。ファクシーましたね。稲川さん、今仕事しながらラジオを聞いてます。稲川さんといえば怖い話ですね。稲川さん、お願いしたいんですが、JR 両国駅または周辺で幽霊スポットがあれば教えてください。その話も、聞かせてほしいんですってことですね。お願いしますと。ペンネーム、デブちゃんですか？千葉県の方。あ、実はあの後に話があるんですよ。というのはね、どういう話かというと、これからまたお話しますけども、これがね、怖いんですよ。宇津美よしえ師匠が話したことになっちゃった。これ怖いんですよ。いや、お元気ですか？稲川淳二のオールナイトニッポンデラックス。稲川淳二の怖い話。この話私ね、初めて実はするんですよ。というのは前に日本放送でやはりオールナイトニッポンの時にお話した時にパニック状態になりましてね、機械が止まったことなんですよ。で、このお台場にも今日見るとちょっと雨の後でしょうかね、あんまりこう景色がね、はっきりこう見えないんですが、ブリッジが見えてとっても綺麗なんですけどね。
ふっとね、このお話を思い出して、これからしようかな。ちょうどスタジオは今、明かりを消して暗い状態です。どうぞ皆さんもですね、ちょっと暗くしてみたらいかがでしょうかね。病院の話さっき申し上げましたよね。というのは、これもやはり病院の話なんです。で、今はこの方はですね、もう結構なお年になってらっしゃるんですよ。で、その昔のお話だと言うんですが、で、どういうお話かというと、この方がまだ若い時でしたよ。新人の看護師さんだったんですね、この方は。その時はね、まだ。それで、この新人の看護師さんが、たまたま夜勤ですよ、初めての。何が怖いってのこの夜勤が一番嫌なわけなんですね。なんかやるときにはね、だって慣れてないところでもって病院歩き回るの嫌ですもんね。でもこれは誰もがやらなきゃならない試練ですわな。で、夜、まあだいたい夜中過ぎた頃になって、ああ、今日は何もなかったよかったなと思ったら、パッパッパッパと明かりがついてるんですよ。っていうのはこれ、あの部屋でもって、要するに患者さんがですね、急用がある場合などはほら、呼びますわね。それは電気がついてる。ひょいと見ると自分が普段は行っていない、その管轄外の、塔の、その302号室というところがついてるんですね。で、彼女行ったわけですよ。やっぱ怖いですよ、それはね。ええ。で、その302号室へ向かって行った。で、その前に立ったの。で、ドアをカチャッと開けて、中をふってみるとですね、ベッドの上に、女の人がね、シャワーンと座ったまま、なんかブツ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 言ってるんですよ。どうされましたかって言いましたらね。ああ、看護師さん。お願いだからこの部屋出してくんない。とてもじゃないけどこの部屋いられないの。何かあったんですかって。いや、とてもじゃなきゃいられないのこの部屋。お願いだからこの部屋出してくんない。変わってくんない。どうにかしてくんないって。何がですか落ち着いてください。別に何もないじゃないですかこの部屋。って言ったら。いや、冗談じゃないわ。私このベッドで寝ていたら、窓のとこからね、覗いてる人がいるの。ちょっと待ってください。ここ302号室3階でしょって。だからおかしいでしょ。3階から覗いてる人がいるんだ。で、じっと見てるんだけど。あなたわかんないでしょうね。顔の潰れた女性がね、私をじっと見てるのよって言うんだそうですよ。だから多分それは病院に来ると皆さん神経やられちゃうんで、それできっとあなたは怖く思ったんでしょうから、それはもう気にしないでね、皆さんそういうこと言うんだけど気にしないでちょうだいと言って、それでもしやだったらこの薬で飲んでくださいねって言って帰っちゃった。うっつらうっつらしてました。時間はどうかわからないけど、またひょっと気がつくと、先ほどもその302号室が地下とこ電気をつけてるんですね。あ、また電気ついてる、嫌だなぁと思って。で、しょうがない。また行ったわけですよね。で、コンコン、よろしいですか?開けた。そうすると、本当はそこの4人ぐらいこう寝れる部屋なんですがね。ねえ。で、その時はそのおばちゃん一人だけなんですね。名前を見ると沢田って書いたんですよ。で、沢田さんどうしましたって聞いたら、もうベッドからもう降りちゃって、立ち上がったまんまでもってね、震えながらね、お願いだから出してくれない。お願いだからこの部屋怖いから。もうどうしようもないんです。さっきからその女が私を誘いに来んだよ。何がですかって、いや、その女が誘いに来んだ。どこから?あなたには見えないのって見えませんよ、そんなの。何もないじゃないですかって言いながら彼女がですね、ぐるーっと部屋の中回ったりいて、窓の方を背にしながら、ほら、何もないでしょ、沢田さんって瞬間に、うわー!あなたに見えないの?今あなたが立ってこっちを見た時に、あなたのすぐ後ろ、その窓のとこに、横に顔があったじゃない。潰れた女の顔が。彼女が私を呼びに来てんのよ。びっくりする人を見たら誰もいない。気のせいですよ、そんなと思ったけど、自分でも怖いもんだから、嫌だなと思いつつ、ね、あまりそういうこと気にしないでください。あなた神経が立ってるから、そういう状況が起きるんで、早く寝た方がいいですから、寝てください。そんな病院ではないし、そんなことはないし、心配することありませんから、言って、怒るようにして、また帰ってきた。明け方になりましてね、うつらーってしました。また、近って電気をついてる。ふっと言うと、また302。あ、また沢田さんか、冗談じゃないなと思いながら、また、302号室行ってた。階段上がって302号室の部屋の前行こうと思ったらば、なんとドアの前に立ってる。そのおばちゃんが。震えてる。どうしたんですかって。部屋には入れないから出ちゃった。廊下に立っててね、申し訳ないけども、お願いだから部屋帰ってくんない?私どこ行っていいかわかんないから今立ってんだけどって。部屋入ってくださいって。嫌だ。とてもじゃないけどこの部屋入れない。何があるんですか?そんなもんないから、全然心配することないから入ってくださいよ。って言うけど、あなたにはわかんないの。あなたが行った後でもって、目が開いたらば、私のそばに立ってね、私を連れて行こうとするんだ。若い女でもって顔が潰れてる。交通事故にあったらしいんだけど、その女が私を呼びに来んのよ。お願いだから、お願いだからね、部屋変えて。だけど、看護師さんの趣味では新人ですからね、部屋なんか変えられるわけがないんで、で、ちょっと待ってくださいって。ね、不調なり慣れが来たらば、ご相談乗りますけども、ちょっと私はどうすることもできないんで、何しろ今のところは悪いけれども、その今のこの部屋に帰ってくださいって言って、それで部屋を入れて自分がドアを閉めて帰っちゃう。で、また自分の仕事に就いたんですが、ほとんど寝ていない状態なんですね。日が上がりましてね、いろんな看護師さんも入ってくる。不調さんも来たんで、彼女早速昨日のことを教えたわけですよね。もう参りました。昨日実はね、302号室の沢田さんという人が私をね、夜中3回も起こした。
明け方になってね、部屋にいられない。それで、どうしたんだって聞いたらば、その顔の潰れた女が来て、私のことをね、向こうへ連れて行こうとする。で、とてもじゃないけど寝てらんねんで、頼むから部屋を変えてくんないかって言うんですけど、どういう人なんでしょうねって言ったの。一つの人さんが、そんなことはないはずだ。私もそう言ったんですけど、いやいや、あなたのお話、そんなことないはずだ。だから私も、そんなことありませんって、沢田さんに言ったんですから、違うのよ。あなたの話が違うんだ。何が違うんですか？ちょっと来なさい。で、その彼女を連れて、府長さんがエレベーターまで行った。地下2階までスーッと行ってた。府長さん、ここどこですか？ご覧なさい。恋愛室なんですよ。ドア開けなさい。きつい目で言うもんだから、仕方なくドア開けた。そこにベッドが二つ並んでた。白い布をかぶってね。そこのベッドの亡くなられた方の顔をあなたご覧なさい。それで彼女が言って、ひゅって見てみたら、うぅ紛れもない。明け方まで部屋を変えてくれと言ってた沢田さんが死体になって断ってる。府長、これどういうことですか？だって明け方まで私この方とお話したんだけども、明け方亡くなったんですか？うん。この人ね、昨日の夕方亡くなってんのよ。じゃあ私がお話したあの人はどういうことなんですかって聞いたの。だからあなたの話は違うって言ったのよって。でも府長、私本当にこの人とずっとお話したんですよ。明け方まで3回も会ってるんですよ。でもこの人は夕方亡くなってんのよ、昨日の。で、ひょっと気になったんで、隣のベッドの方に目をやったの。見る気はないんだけども、そちらへ行ってひょいっと切れとか始めた瞬間に、うん、沢田さんっていう方が亡くなってる隣のもう一つのベッド、白い布のとこ出してみると顔の潰れた若い女の死体が横たわってた。府長、この方は交通事故で2日前に亡くなった方の遺体なのよって言ったって言うんですよね。ということは迎えに来てたんですよね、沢田さんのところへね。いやいやいや、実はね、今ね、音がね、私に言うのはやった。実は普段あんまり普段ね、音をね、あんま入れないで私喋ってるもんですからね、こうやって年狂っちゃいましてね、すいませんでしたね。なんかね、これからね、両国のこれからまたお話してもいいんですけどね、今度は一つじゃ怪談話になりましたら、音をなしでもって一つお願いしたいな、いいですか？もう一度しちゃいましょう。というのは、この両国のお話でありませんかというね、お便りいただきましたよね。あるんですよね。私が大変に尊敬してまして、それで、いろんな意味で、大変に勉強させられた、方にですね、先日亡くなられた、内海芳恵師匠という方がいらっしゃるんですよ。で、僕はこの方大変好きな人で、いろんな意味で勉強になったんですが、ある時ですね、あることがあったんですよ。で、どういうことかというと、実は内海芳恵師匠とですね、水上バスに乗りましてね、隅田川を上がったんですよ。あの方の、その、思い出の場所、それからまあ、生まれ育った場所、浅草まで行こうということで、その水上バスで持って行ったの。よく知ってるんだ、あの人またいろんなことをね、水上バスに乗ってきますとですね、まあ、水上バスって今言っていいかどうかわかんないけども、まあ、今モダンなあの船になってますかね。と、案内状がいてですね、あちらに見えます、なんとかが、あの家がどうね、この家がどうの説明があるんですが、全然知ってるんですよ、内海芳恵師匠の方が。例えば、ずーっと上がってきますとね、料亭が並んでるんですよ。夕方行きますとですね、三味線の音が聞こえてなかなか粋なとこなんですが、あのお家のね、何ちゃんっていう人はね、こういう娘さんどこどこがしたとこでこうでとかね、あそこのおばあちゃんはね、何代目どこどこのね、娘さんでもってこうである。一軒一軒知ってるんですよ。だから一生懸命説明してるお姉ちゃんよりも、内海師匠の方が声でかくと面白いもんだから、みんなそっちに耳傾けちゃったりなんかしてね、面白いんですよ。すごい盛り上がったんですよ。よく知ってるんだ。ところが、ある場所まで来た時に、ふっと、ね、喋りにやめちゃったんですよ。で、見たらね、内海芳恵師匠の、頬をね、涙がずーっと伝ってるんですよ。あれ？と思ったんですよね。で、その時は何かでもって目にゴミでも入ったかと思ったんだけど、何も言わないんで、私もちょっと気になったけど黙ったんですよね。で、しばらく経ってからまた話が始まって、それで浅草について、まあそれはそれ続いたんですが、それから1年半ぐらいしたからかな、またまた、違うある番組でもって、内海芳恵師匠とですね、同じようにその船に乗ってですね、水上バスに乗って、浅草まで行くことになったんですよ。で、また例によって、その、女の子が説明するんですが、内海芳恵師匠の話が面白いわけですよ。あそこにあるこれはね、こういうとこで持ってね、純ちゃんこれがこうやのよ。これが面白くてこうでね、あそこは何があったのって盛り上がったんですよ。それで、しばらくした時に、はっ、思い出した。あ、前確かこの辺で持って涙流したことあったな、と思ってたんですよ。案の定そこまで行ったらですね、話が終わっちゃったんですよ。それで、見ると、芳恵師匠のですね、頬にこう涙がパーッと大粒の涙ですよね。これ尋常じゃないんですよね。で、私さすがに、師匠、って言ったんですよ。一緒何かあったんですかって聞いたんですよ。ええ。前にもあった、今回もですかつったら、私ね、こう来るとね、どうしてもね、
思い出しちゃってね、しょうがないんだけどって言うんですよ。いや、今話しても私師匠のこと思い出したんだけど、思い出したんだよって言うんですよ。何があったんですかって聞いたら、東京大空襲のことを思い出したんですよね。あの時はっていうと、もうほんと東京の下町がもう壊滅状態でしたよね。あれ、焼夷弾っていうのはですね、ちょうど、白い勢いでもって丸く落としていくんですね。そうすると、その円の中の家は全部火でもって燃えるもんですから、あれ熱いんじゃなくて酸欠起こしたんですよ。空気なくなっちゃう。すごかったそうですね。何しろ9万人とも13万人とも言われてる人間があの川で死んでるんですね。あの白い川で。よしよし言ってましたよ。みんな暑いから逃げてくる。逃げてきて飛び込むんだけど、あの川、あの白い隅田川ですね、人がいっぱいになっちゃってて、もう人間の油が浮いちゃってて、おまけにですね、人がいっぱいなもんだから、飛び込んでも沈まないって言うんだな。人間と人間がいっぱいなしで。それで、橋の上からも、ボンボン飛び込んでくる。それであの時、よしよしも逃げたんだけど、普通火事だったらば、絶対にその毛布や布団くるまないんだけど、毛布や布団にくるまんないと、暑くていられない。だから毛布や布団くるまったまま飛び込むんですよ。バーン、バーン飛ぶ。で、空の状態は真っ赤だったそうですよ。うちの親父も言ってましたよ。うちの東京ですからね。何しろあの下町の方がですね、空が真っ赤だったって言うんですよ。どういう状況かっていうと、ボイラーの中覗いたことあります？ボイラーの中。とても人間入りませんわね。もう火でもって真っ赤じゃないですか。あの状況だそうですよ。何しろだって、それだけの家が燃えてますから、天井を焦がすように、あの川の上にそれが全部真っ赤に映る。だから川も、まあもちろんそのみんな人間が入ってますから、川の水は映んないんですが、全部真っ赤に映るんですよ、それが。あの、叫んだり死んだりしてる人間だとかいろんな人だけど、それが全部赤く照らされてる。それでみんなが、うわー、キャーそしたら9万人とも13万人とも人間が叫んでるわけですから、すごい、悲鳴ですよね。もう地獄の叫びですよね。その叫びの上で、炎がですね、豪華です、まさにね。ガーッと燃えてるんですよ。凄まじい音で燃え出すんですね。ガーッ地獄ですよ。ガーッ恐ろしかった。吉江省はまだ子供ですよね。それで川の中にいたんだ。その時吉江省が、ある声が耳に入った。ひゅっと見てみたらば、川岸でもって、若い奥さんが、お母さんが、その自分の子供、娘さんらしいんですが、ちびちゃんを両手で持ってですね、ずっと水の中突き出して、お願いします助けてくださいこの子を助けてくださいお願いしますって叫んでるのそうですよ。9万人とも13万人ともやってる人が、騒いで亡くなってる時ですよ。そんな声聞こえないはずなのに、なぜか吉江市長には声が聞こえた。見れば、その若い奥さんが、失神になって、娘をですね、こう両手で掴んで、お願いしますこの子お願いしますって。川っぺりで。もう人がたくさん川っぺりが飛び込んでるんですよ。見るとその女の人燃えてるんだそうです。体が少しブワーッと。人間なんかずっと目じゃないけどですね、体が燃えたら声なんか出ませんよ、熱くって。なのに、助けてくださいって言って。失神だって言って。でも、下にいる人間だって、人の面倒見る状況じゃない。でもその人はどん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 燃えていきながら、普通だったらこんな子供のこと面倒見るとこの騒ぎじゃないですね。声だってないでしょうね。もしかしたらこの人は死んでたのかもしれない、もうすでにね。でも一生懸命手を突き出した、両手を。突き出さないと自分の燃えてる火でもって娘燃えちゃうから、一生懸命突き出して、お願いします助けてくださいこの子助けてくださいお願いしますこの子助けてください言ったら、誰か声がしたんですよ。おい、任せろよこせって言ったそうですよ、下に持って。どっからおっさんの声がして。したら、ありがとうございますってパッと話したそうですよ。そのチビちゃんはスポーンと水の中落っこってたそうですよね。下で受け取ったらしいんですね。おい、任せろ。で、その女の人はどうしたかっていうと、メラメラっと燃えて崩れてったって言うんですよ。死ぬ寸前まで娘を抱えてたわけですよね。そのお嬢さんが生きてるかどうかわかりませんよ。でも、生きてるとすれば、気の毒に自分の生い立ちもわかんないと思うんですよ。ご両親、お父さんもお母さんもわかんないと思う。ただ一つ言えることは、そのお母さんのおかげでもって助かったわけですよ。だから、自分が生きてるということは、顔も知らない。かわいそうだけど、この人にとってみればね。顔も知らない、名前も知らない。そうだけれども、自分が命があるということは、このお母さんが自分を救ったわけですよね。このお母さんが自分を、要するに助けるために、焼けて死んでったわけですからね。だからそれを思い出すと、泣けちゃうんだって言うんですよ。確かに凄まじい、そういうことがあったわけですよね。で、実はこの場所というのがですね、割と、両国橋から近い位置でもあるんですよね。ねえ。で、実はね、そこに、その両国橋ではないんですが、もう少し下の方に来るとですね、橋があるんですよ。そこまで言うと分かってしまうかもしれないけど、その橋ってのは不思議なんですね。橋を渡っていく分には構わないんですが、実はそのそばにスタジオがあったり、劇場があったりするんですよ。そのスタジオ行くのに、我々はどうするかというと、その橋に向かって大回りでぐるっと回り込むとですね、橋の横に細い道があるんですよ。それ、普通の車橋の道路なのになぜか細いんですよ、路地のように。でも、そこを通らないと、一方通行でそこを通らないと、その劇場っていうかね、その我々が行くそのスタジオも行けないんですよ。で、そのスタジオ行くために、橋の横丁をちょっと入るとですね、目の前に、道路がすごく狭いのに、やたら大きい石碑があるんですよ。要するにね、慰霊塔があるんですよ。で、慰霊塔のところ90度にパコッと曲がるとですね、突然目の前にトンネルになるんですよ。ただそれは山でもあるんですよ。要するに、防波堤の上に蓋をかぶしたんですよ。見えないように。不思議ですよね。蓋いらないもんだって。そうでしょ？堤防のさ、横に道上がれやさ、別に蓋いらないじゃないですか。ところが長いトンネル状になってる。で、公園になってました、当分。今また、作り直してですね、地下に駐車場なんか作りましたけど、なぜかそこは手つかずだったんですね、長いこと。その場所なんですよ。
まあ、そこはたくさんの人が亡くなって、うちの親父も言ってましたけども、その黒焦げになったりした死体がですね、しょっちゅう上がってたと。それで田舎の方からですね、自分の身内を探しに来る人が、たくさんその黒焦げたその死体をですね、確認しに来ていた。そうですよ。中にはヘリに捕まったまんまね、岸へ上げてもらおうと思って、そのままの形で死んでる人とか随分いたったそうですがね。そういう場所なんですね。で、もともと私もこの場所、変な場所だなと思ったんです。で、実は、そのそばにある劇場があるんですが、私昔ね、その劇場、名前は言えません。言うといろいろ思って問題ありますからね。で、今は何もないですよ。まあ、あえてそうだな、ヒントで言うならば、平成だじゃありません。うん。昭和だでもないな。大正でもない。だからあんまり答え言えないんだけど。でもこれ有名でしたよ。で、ある時なんですが、そこの、その、ビーツさんに聞いたんです。もうおじいちゃんですかね。この方がその、戦前からあって、戦後すぐからそのビーチだったんだそうですけど、当時はね、その日本ってのは戦争が終わりましたよね。途端にこの物資はまあまあ入ってたんですが、人間って不思議ですね。食えなかった毎日があったのに、途端に娯楽が欲しくなるんですね。で、戦争から皆さん帰ってからですよ。復員してくると、その役者さんになるわけですよ。みんなね、元の役者に戻るわけだ。とね、やっぱ娯楽を求めてるから客が来るわけですよ。ところが、当時材料なんかないから、次の舞台、例えば1ヶ月1ヶ月公演しますよね。と、すぐ次の舞台が始まるから、準備はですね、昨日まで使っていた材料をまた使わなきゃならない。使い回しってやつなんですね。使わなきゃならないから、徹夜もんでトンカントンカンやる。私の知ってるその人も、やったわけだ。当時若手でもってトンカントンカントンカンやって3日ぐらいで仕上げるわけだ。で、出来上がるわけ。その3日ぐらい経って出来上がるときに、実はその劇場ってどうなってるかというと、花道ってありますよね。よく奈落なんてありますね。周り舞台の下。まあ、奈落って、暗い世界があるんですよ。あそこからこう、せり上がって上がってくるんですが、そっからですね、下ずーっと真っ暗なんですよ。客席の下通れるんですよ、ずーっと。それずーっと通ってって、途中に階段があるから、トントントンと上がって、そう、天井についちゃうんですよ。その天井ピュッと上げるとですね、なんと花道上がれるね、蓋が被ってるんですね。そういう作りなんですよ。で、舞台の人はっていうと、道具が出し入れできるようになってるんですよ。それで、僕はある時その舞台、そのまだ壊す前の舞台行った時に、不思議だったのが、当時ですね、田村隆弘さんとかですね、それから池内淳子さんお出になってましたよ。看板女優、看板俳優さんが。で、私はたまたま私の仲間が、田村隆弘さんのところでもってお手伝いしてるんで挨拶したんですが、不思議だなと思ったのは、そんな看板のスターさんが二人もいる劇場の楽屋なのに、その広い通路のところにですね、所狭しとですね、ビーズ像が置いた。旗だとか看板だとかいろんなものが埃をかぶって。普通はどかすでしょ。掃除するでしょ。わけがある。みんな知ってる。どかせないんです、これが。どかせないんですよ。で、そのままなってるんですよ。何十年だ、ずーっと。で、その劇場でそのビーチやったそのおっさんなんですが、当時はまあ若者だったんだけど、終わった時に、親方に言われたの。当時残ったから、劇場へね、来て、夜、お家のない人が、そこに住み着いちゃったりとか、物が盗まれたりするんで、その終わった後、お前がこの番をしと。嫌ですよ、そういう話しょっちゅう聞いてるんだから、怖いじゃないですか。だけどしょうがない、番をしなきゃいけないんだなと思って、番をする。で、皆さん、だんだん帰ってくる。お疲れ、お疲れ、帰って。一人だけ残って、最後の仕上げですよ。夜中まで、カンパン、カンパン、ずいこずいこずいこって、出来上がった。だけど、普通に大回りさんじゃ、自分のですね、寝泊まりする部屋に戻れないから、近道しようと思って、花道の蓋開けて、そこから下へ降りた。真っ暗の中、ちっちゃい明かり一つつけて、パターンと閉めた。で、とっ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 と歩いてきたんですよ。暗い中を。で、突き当たった舞台の下、広いトンネル状になってますから、そこを右に曲がってずっと行けば自分の、要するに、部屋というかな、そこに出るわけですよ。裏道の方へ。で、その時に嫌だなぁと思いつつ、とっ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 と来た突き当たったんで、さあ、広いトンネル状のところ曲がろうと思った瞬間、ふぅ、ふぅ、ふぅ、聞いた。誰かが笑ったの。いけねえ、誰か来やがったなと。客席かなんかに来てね、寝泊まりする奴がいるから、当時残ってですからね。よし、と捕まえたらと思って、また戻ってったと、戻ってって、階段トントントンって上がって、わからないようにゆっくりとキーッとその、ね、花道の蓋開けたんですよ。その小さな隙間からこう見たけど、中真っ暗電気ついたのが見えない。耳を澄ますけど音がしない。で、しょうがないからその小さな階段持ってぐるーっと周りを見てみたけど、誰も、気のせいかな、おかしいなぁと思いつつ、またパタンと戸を閉めて、蓋閉めてね、階段トントントンと降りて、また小さな階段持って今来たその花道の下を、その真っ暗なトンネル状のところ、ペッタ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 歩いてた。そうするとその舞台の下の大きいでトンネル状のところですやっぱりね、似てたわけですよ。うん。いろんなもんが置いたそこにはね、看板だろうが、セットだろうがね、かき割りだろうが、いろんなもんが置いてあるわけですよ。埃をかぶって、何十年と。で、そこへ出て、回りかけた。瞬間に、笑いました。あ、そうか。先輩連中が俺をからかってやがんだなと。脅かそうと思ってんだ。ふざけやがってこの野郎。そんなもんでビビる俺じゃねえやと思って。平気で言ってろじゃねえかと思って。歩き始めた。そしたら、どん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 悪い声吹いてる。一人二人じゃない。
その瞬間にね、彼分かったんですよ。これ違う。自分の美術関係の人間なんかせいぜいいて6、7人。どう考えてもその何十倍と人間笑ってるんだってさ、ギラ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 。女の声もある。いるわけない。その瞬間、ゾーッとしたんですよ。でも、その道を通っていかないと、自分のネタまでする部屋に帰れない。元へ戻ると大変なことだし、帰りたくもない。怖いから。ええー、1万円と思って。でも、ゲラ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 前方で笑ってる。いろんな道具が置いてある、セットが。その間をぐーっと塗ってって、ふっと思ったら、声が消えた。声しねえじゃねえかと思った。でも怖い。で、通り過ぎようと思ったけど、その時分かった。どこで笑っているか場所が分かった。笑ってる場所が。そこで笑ってるなって場所があった。進んでいく右手前方だったって言うんですよ。何かが置いてある。ここで笑ってんな、見るもんか見るもんか見るもんかと思いながらスーッと歩きつつ、やっぱり気になったんでしょうね。ふっと明かりを向けた。と、歩いていくそのトンネル状になった舞台の下なんですが、そこにいろんなエアなんか置いてあって、そこに背景画でしょうね、大きいパネルがあったんですよ。これかなぁと思って、ひょいっと見たら、明かりの中に映ったっていうのは、たくさんの、まあ、何の舞台で使ったかわからないけれども、たくさんの人間の顔だったんですよ。それが、パーッと書いてあった。これかと思った瞬間にゾクッとしたんですよ。その顔全部が自分の方向いてニーって笑ってたんですよ。で、うわーと思って、そのまんま部屋帰った。布団かぶって寝伝えて寝ちゃったんですよ。で、そうこうしてまあ舞台が始まったんですが、そんなある日の夜ね、若手の、要するにはお付きの方が来て、すいません、やばい申し訳ないんですが、自分はうちの師匠が、まあ専門しちゃったと。で、その、っていうのはね、ひいきの旦那さんが来たんでしょうね。物をもらったんだけど、そのままちょっと外で飲みがなんか行っちゃって付き合いで。で、そのもらったもの落ちちゃったんで、取られてもいけないから、取ってこいって言われた。かわいそうに、そんな遅くですよ。で、当時だからあんまり電気つけれないわけです、劇場もね。それで、ああ、そう、じゃあ一緒に行ってあげようかったら、いや、大丈夫ですから。やっぱりお付きだから気にしてるわけですよ。いや、結構です、大丈夫です、行けますからって。いやいや、ついてってるよって。いやいや、大丈夫ですから、行けますから。つって、彼は上がってった。階段をトン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 。楽屋っていうけど、舞台の楽屋っていうのはですね、窓なんかありゃしませんからね。それでおまけに音がしちゃったりすると舞台に影響しますから、音もしない。壁も厚いわけですよ。そこをひった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 行ったそうです、彼はね。で、ただ不思議なのが、うっすらと道が見えた。明かりがないのになぜかこの道が見えたらしいんだな。うっすらと。で、それピタピタ。両側にはっていうと、何々さんやって書いたようなね、あの例ののれんだとかそういうのがあるわけですよ。各楽屋があって。で、まっすぐ行った突き当たりが自分の先生のそのお部屋。あの、俳優さんのね。で、あーと思って、ふってみたら、隣にもう一つ楽屋があって、そこはあの看板女優さんの楽屋なんですが、明かりがついてる、小さい。あ、この明かりのおかげでもつって俺歩いてこれたんだなと思いながら、ふっ、気になったんで覗いてみると、中に誰かがいる。あれ?なんかブツブツ言ってる。これこんな時間にね、その女優、大女優が、なんでこんなとこ戻ってきてるんだと。何してんのかなと思いつつも、自分の用事がありますから、その手探りでもって入ってってね、そのテーブルのそばに置いてあった、いただき物を抱え込んで出てきた。で、帰ろうかなと思ったらやっぱ気になるわけですね。そんな夜遅い時間にですよ、こともあろうに明かりがついてない劇場の楽屋でもって、小さな明かりの中で一体何をしてんだろうと思って、見るとはなく、ひょいっと見たら、鏡に向かって、向こう向きでね、一生懸命化粧をしてるって言うんですよ。あれー、先生なんでこんな時間にこんなとこで化粧してんだろうなと思ったら、ブツブツ言ってる声聞こえてきた。どうもこの見てるとですね、白塗りをしてるらしいんですね。いくら塗っても消えないの。いくら塗っても消えないのって言ってるんですよ。何を言ってんだろうと思って、もう一回よーく見たらば、顔を少し横向いた。その時に、違う。髪はザンバラだし、着物の感じも違う。体型も違う。これ先生じゃないよ。一体こっち何者なんだろうと思って、チラッと見えた横顔が、焼けつった顔で、目がこう向き出ててね。唇がビロビロにこう、破れてるって言うんですよ。で、つっちゃった。そしたら、くーっと後ろ向いたらば、ケルト状になった顔のとこで、唇が向けててね、目向き出したその女が、半分白塗りの顔でもって、いくら塗っても消えないのって言ったそうですよ。で、うわーっときりは慌ててすごいです。それでその私の知ってるね、そのおっさんの前通りかかったね、どうしたって聞いたら、うわーって何も言っちゃった。あいつも何かあったなと思ったんですよね。で、まあ、26日か28日かしない公演が終わって、いよいよね、もうこれで終わるとその最終日の日なんですが、その、若い人来たそうですよ。で、実はこういうことがあったんだけど、お騒がせしました、申し訳なかったっつうので、あんたも見たのかいって言ったらば、その若手がね、実はこれこれこういうわけで私行きましたと。うん。それでこういうことがあったんですって言った。ああ、そうか。ここ出るからな。それは、あまり嬉しくねえもの見ちゃったねって言ったの。そしたら、ただその後なんですが、最後の片付け物をして出ようと思ったら、隣の楽屋から声がしたんで、あ、先生が怒ってる。どうしたんだろうなと、昼間ね、舞台の時、怒ってったら、その、本来のその女優さんが、怒ってなそうですよ。たく、誰だろう。私の白塗りがどん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 減っていくんだけど、誰か使ってんじゃないかしらって言ったんですよね。
夜着て使ってんですよね、昔亡くなった女優さんがね。いやもう本当にね、夢中でもって喋ってるし、時間を無視しちゃいましてね、いろいろと申し訳なかったですね、本当に。ファクトございますね。最近は私の親友が5月に亡くなり、再々私の前に、たびたびなんでしょうね、くださいってね、現れるので、親友の家に電話をしたところ、お骨を仏前にずっと置いてあるとのこと。もう半年も家に置いてあるのです。親友は子供二人残して亡くなったため、子供も母親のお骨があると寂しくないとのことで置いてあるそうですが、これは良くないことですか？教えてください。ラジオネームゆきちゃん。これゆきちゃんってこう気分出てんな。私の話だな。ゆきちゃんの話だな、きっと。あのね、これは別に悪いことじゃないんですよ。お骨をお墓の中に入れないっていうのは、あれは、今日本で、法律っていうかあれになっちゃいましたね。なんか、お骨を持ってちゃいけないんですね、今ね。長いこと持ってちゃいけないんですよ。でも、決して持ってるからって悪いことはないんですよね。で、いうのは、それはたまたまその、いろんな宗教上のものとかいろいろあるからでしょうけれども、ただ、確かにね、お骨をお墓に埋めた瞬間に寂しい気持ちになることってありますよね。ですから、もしもそのお子さんがいらっしゃって、その方がですね、その子供のことがあるんで、お骨を置いてあるんだと、その親友の方のお骨を置いてあるんだってのは、これを見計らって、お墓の方にお持ちすればいいんじゃないかと私思いますよ。基本的に霊ってそんなに悪くないんですよ。っていうよりも、逆にいいんだと思ってくださいよ。人間が3人います。私がいる、私に親父がいる、私手柄がいる。でもね、遺伝子は1個なんです。わかります？魂は1つなんですよ。それが分かったら他人も自分もないでしょ？人間だって、幽霊だって、所詮は霊を持つ一つのね、肉体であるかないかだけの違いですからね。それをいつも私言いたいんですよ。いい霊もあるんですよ。本当に、クリスマスの時期になったら私はね、そういういい霊のお話したいなと思ったんですけど、結構胸にジンとくるような素敵なお話ありますよ。もし、今日時間があるようだったらば、ちょっといいなっていうお話を1個か2個させてもらおうかなと思ってます。短い。本当にね、なるほどな。どんどんお答えしたいんですけど、本当にありがとう。嬉しいですよ。でもね、こうやってね、いただいてるとね、ファックスどうもどうも。でね、皆さん、おかしいのたくさん来るのね。厚木市の恵子さん。この次にお迎えが来そうな有名人を稲川さんのそばにいる守護霊に聞いてみてもらえますか。しょうがないな、本当にな。稲川神社オールナイト日本デラックス、ありがとうございます。ただ一つ言えることは、エネルギーがなくなりますね。わかるのが。私何度かあったんだけど、たまたまある時ですね、日本舞踊を習いに行かなくて行ってたんですよ。渋谷のあるとこなんですが。で、原宿で、いつも渋谷で待ち合わせるのを原宿で待ち合わせて、ふっとあった時に、競技場の丘ありますよね。原宿の、代々木競技場の。あそこ行ったらね、その人の顔がですね、こう、目のあたりとかね、口のあたりにね、斜めにね、線が入ったように、グレーに見えたんですよ。変な化粧してる人だなと思ったんですよ。で、また喋ったらうちに振ってみたらね、そうじゃないんですよ。で、また作ったと見てみると、やっぱりね、線が入って見えるんですよ。それがね、まあ、俗に言うなんですか、思想って言うんでしょうかね。ありますね。ある時私聞いたことあるんですよ。思想ってあるんですかって占い師に聞いたら、そうだね、すだれみたいなもんだってましたね。まさにそうでしたね。実はその人、その次の日、自宅で自殺しましたもん。それからっていうものを、顔を見た時にグッと気になるのが、その斜め横か何かにね、このグレーの線が入ってないかな。その人はすぐに亡くなるんだなってことをね、知りましたね。あるかもしれないですね。ただ今、そばにいて、危なっかしい人、知らないわけじゃありません。私、2、3人わかります。わかるけど、すぐかって言うと困りますけど、多分来年1年どうかの人いますけどね。それやっぱ失礼ですからね。それちょっとね、あいつは行きそうだったんじゃない、あんなとこの野郎って言われちゃいますからね。ただ、ある時それ言い合った時あったんですよ。私と他に4人いて、3人、私入れてだから4人なんですが、いて、3人亡くなったんですよ。芸能人、有名芸能人。でもその時、三人が言ったことは自分もいいやつなんですよね。これは気持ち悪かったな。これすいません。さすがに電波なもんですから言えないんですが、私のライブだったら個人的にちょっとお話してもいいんですけど、やっぱ電波とおいてちょっと言えないなって感じありますよね。でも決して悪いことじゃないですよ。ただ、お互いが言い合ってしまったという、ことってありますね。だからあんまりこう、いいですね、ということはね。稲川淳二のオールナイトニッポンデラックス。
どうも本当にファックスね、嬉しいですね。今も言ってたんですけどね、こんなにありがたいことないですね。よくば皆さんファックスいただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。で、怪談ばかりじゃなんでございますんでね、私がちょっと感動した話があったんで、今してみたいなと思ってるんですよ。というのは、最近なんかハートがないというか、心がないようなことが多すぎちゃって、なんか寂しい世の中になったなと思うんですよね。なんかこう、燃えるもんだとか、夢中になるもんがあっていいんじゃないかなって。昔私、俺日本によくそんな話したような覚えがあるんですよ。で、その中で一つあったのが、私工業デザイン、ですから、で、学校卒業する前に、まあ卒業式はちゃんと行ったには行ったんですけどね、招致は後から来ましたけど、で、それ前に、実は浜松っていうところに行きましてね、で、今でもちゃんと自分のその当時作った、22歳で作った、そのマリーナがまだ残ってるんですよ、ボロボロになってね、でも会った時すごく嬉しかったですね。そんな時に私はやっぱり本当はできればカロッツェリアって車を作る方のデザイン行ってみたいと思ったんですね。で、これはブルース・マクラーレンってことですか？そうです、マクラーレンボディのね、当時すごい人気。今でもそうですね。マクラーレンって有名ですよね。カナディアン・アメリカン・チャレンジカップ、カンナムの王者って言われましてね。この出会いなんですね。デニス・フルムという大変なこのレーサーがいて、僕も当時憧れましたよ。で、なんでこの話を知ってるかというと、私はある、そのメーカーさんの、車のメーカーさんのところに行って、映像を見てもらったんですよ。で、このデニス・フルムという大変なレーサーなんですが、彼がヨーロッパの方行った時に、たまたまそこでもってですね、実はこの村でもって、その峠のところに物置のようなところでもって、一人青年が一生懸命車を作ってると。彼は貧しい青年であるんだけど、一生懸命そのレースをするために車を作ってるって聞いたんですよ。で、何気なく、行く必要ないんですよ、から。有名ドライバーで、スタードライバーですから。が、その線に会ってみたかなと。ちょっと寄ってくんないか、行ってみたんですね。確かにその田舎のですね、峠道のところの小さな物置なところでもって、一生懸命作ってやった。見たら綺麗なボディなんです。これが一番最初のマクラーレンボディなんですよね。で、その青年を見た瞬間に、その初老のね、もうすぐそろそろ引退しなきゃならないそのデニス・フルムは、自分の若い頃を見ちゃったんですね。自分のせがれのような、自分の昔のような感じがしちゃったもんだから、つい彼のとこ行って、いいな、っていうことで夢中なし、時間を忘れたんですよ。それで彼はとうとうそこでもって夢中になって、一緒にこの青年戦ってみようと思ったんですね。で、出来上がったのが有名な、要するに、くさび型のボディのマクラーレンボディなんですよ。これからというものはこのオレンジ色が栄光のオレンジと言われて、連戦連勝なんですよね。五大号のところのね、カナディアンアメリカンチャレンジカップでもって、あそこはね、最後はね、白い坂道になるんですよ。そこでちょうど丸一日走りますから、夕日が沈む瞬間に、あれが聞こえるんですよ。これが栄光のランデブーって言うんですが、高い金属音と思って、キーンって言うんですよ。二つ、ヒーンと、ポーン、ポーンとですね、半分消えかかってるその夕日をバックにですね、オレンジ色が飛び出てくるんですよ。二台、ポーン。で、カーッと走る。と、もう一個、ポーン、カーッと。そうすると、後ろの方の車からビュッと手が出てですね、それが前の方親指が指さすんですよ。前だぞ、前だぞ。それがデニス・フルムなんですよ。で、先を走ってんのが、後ろ、先行くぜって感じになって、後ろに親指を向けてピッピッって腕振ってんのが、ブルース・マクラーレンなんですよ。この二人がいつも1位に取ったんですよ。要するにデニス・フルムが後から来るやつを邪魔するわけだ。それでブルース・マクラーレンどんどん走るわけですよ。まるで親子のようなんですよ。この二人がね、栄光のランデブーって言われたこのオレンジの車なんですよ。ところが私がこの浜松行った時に、なんとですね、サーキット場で練習していた、そのテストしていたですね、ブルース・マクラーレンがたった一本の柱に使って亡くなっちゃったんですよ。で、もうブルース・マクラーレンはもうこれからレース出れないわけだから、マクラーレンボディっていうのはなくなるだろうと。みんな言ったんですね。マクラーレン死んでったから。で、デニス・フルムは自分のアメリカのレースに戻ればいいわけですから。で、そのカンナムの時期が来たんですよ。そしたら出たんですよ、このデニス・フルム。彼はもう老人ですよ。他はみんなまだ若い選手だけど、彼は老人なんですよ。去年は2台出たんですよね。ところが1台しかないんですよ。24時間1台で走ってたら辛いですよね。で、マクラーレンは各メーカーがチェックしてますから、マークしてますから、絶対に走りにくい。走ったんですよ。この映像私見たんですよ。一日走って、夕日が沈むんですよね。白い、去年二人で持ってポーンとランデブーで落っこってきた、その白い、灰色のね、坂道が目の前にドーンったんですよ。夕日が半分だけ消えてるんですよ、坂の向こうに。で、オレンジに照らしてるんですよ、坂道がダーッと。そうしたら聞こえてくるんですよね。カーンと噛んだ音が。一つだけ聞こえてくるんですよ。カーン、なんだろう、なんだろう、見てましたよ。そしたらそれ見せてくれた、そのメーカーさんの人も黙って見てましたよ。彼らちゃんもう見てしてるんですよ。で、僕らは見てない。なんだろうと思ったと。確かにあの音はね、マクラーレンの音なんですよ。カーンってくるんですよ。パーンってジャンプしたんですよね。夕日の中にオレンジ色のやっぱり同じ夕日と同じ色のそのマクラーレンボディがね、ポーンって空中飛んだんですよ。ダーンって言ったんですよ。カーッつきってこっち真っ直ぐ飛んでくるんですよね。でも一台だけなんですよ。そしたら、ニョキッと手が上がったんですよ。で、前へ向かって指差してるんですよ。俺じゃない、前にいるぞ。デニス・フルムが言ってるんですよ。俺じゃない、俺の前に、ブルースがいるんだって、こう指で振ってるんですよね。その瞬間に、パーッとストレート入った瞬間にですね、敵も味方もみんな一緒になって旗振んながら、サーキット場いっぱいになりましたね、人がね。泣いてるんですよ、みんな旗振んながら、カーッ。そこを、そのデニス・フルムが、じいさんが、ギャーッと走ってきながら、トップですよ。丸一日、老人が走り通して、自分の息子の、その魂を、その自分の息子のために、自分がその最後の物語を、結末を作ったんですね。要するに、何ですかね、日本で言うならば、弔い合戦でしょうかね。
素敵でしたね。初老のレーサーが若手相手にたった一台でもって、去年ブルース・マクラーレンが乗ったマシンを直して、それで登場したんですもんね。そのうちブルース・マクラーレンという人は、マクラーレンはですが、そのうちデニス・ヒルも後アメリカのレースで一回だけ出て、同じようにさっきとちょっと亡くなりましたね。なんかそれは男のロマンかっていうけども、そうじゃなくてなんか熱いもの、血は繋がっていないんだけど、同じように愛したものっていうかな、そういうものを持ってるっていいな。今でもそのマクラーレンボディはですね、活躍してますよね。F1 でも他のレースでも。でもあのマクラーレンボディを作ったブルース・マクラーレン、今はもう帰らない人ですが、それと一緒に戦ったあの老人、白髪のね、日焼けしたたくましいじいさんだった、デニス・ヒルムっていうのはね、私の頭のよぎるんですよね。ああ、いいな。ああいう生き方っていいな。あの輝いた最後の勇士のようにね、ああ、彼たち輝いてなくなったんだな。そんな感じしましたね。ああ、いい話しちゃったかなと思ったんだけど、さあ、じゃあこれ持っていい曲言いましょうね。エルトン・ジョンですね。Your Song です。いや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 、お元気ですか？稲川淳二のオールナイトニッポンデラックス。ほんと時間経っちゃって、いや、ほんとにね、ずいぶんファクスありがとうございます。そして階段トークをもっと聞きたいなんて方いらっしゃいましたけどもね、12月にも私階段トークやります。その名もですね、ミステリーナイトツアー97番外編でございましてですね、季節外れの話なんでございますが、場所は川崎のクラブチッタ川崎でございまして、12月の5日の金曜のですね、深夜24時、夜中からですね、させていただきます。で、前売りは5000円になっておりまして、すいませんがよろしくお願いいたします。お問い合わせはどうぞ川崎044-246-8888、044-246-8888、クラブチッタ川崎でございますね。本当に、11月の30日は大阪の道頓堀中田でもやらせていただきますんで、よろしかったらどうぞ。オールナイトニッポンデラックス。来週この時間のパーソナリティはですね、大竹栄一さんが体操します。大竹さんね、また語りいいでしょうからね。今夜のお相手は私、長人でございまして大変失礼申し上げました。なんか言ってるうちにですね、カーペンターズですよね、青春の輝き。じゃあこれ聞きながらですね、あれこれと私ちょっとお話しさせていただきますんで、お別れとなると思います。私がもう随分初めての海外旅行が、実は旅行って取材がですね、エジプトだったんですね。夕日が沈むんですけどね、この夕日がですね、日本みたいに山の向こうに沈まないんですよね。砂丘に沈む夕日っていうのは、沈む瞬間にブクッと膨らむんですよね。それで砂丘が真っ赤に燃えるんですよ。そこに黒くね、三つピラミッドが浮かぶんですよ。じーっと見てましたよ。私好きだったし、来たかったし、じーっと見てたんですよ。そしたら、ラクダ使いのボスがですね、私に何か言ってるんですよ。何かと思ったら、向こうを歩いていく少年を指さして、少年は何のために生きているかわかるかって言ったんですよ。そんなのわからないから通訳の人に聞いてくれって言ったんですよ。そしたらそのラクダ使いの親方が、少年は死ぬために生きてるんだって言ったんですよ。それどういう意味だ、死ぬために生きてどういうことだって言ったら、そのラクダ使いの親方が私のわかんない言葉で一生懸命説明するんです。ピラミッドってのは一枚の大きい岩の上に立ってるんですよね、あれ。とそう指さして、あいつの親父もそのまた親父もまた親父も、あいつと同じようにラクダを引いてこう歩いたんだって言うんですよ。見たら、その一枚岩の大きい岩盤、ピラミッドが乗ってる、その大きい岩盤に、幅が25センチぐらい、深さが4センチぐらいの溝ができてるんですよ。ラクダと人間が何千年で歩いた場所なんですよね。それで私の方を見てじーっと見ながらね、あいつのせがれも、せがれも、またせがれも、そのまたせがれも、またせがれも、多分、あいつと同じように、ラクダを引いてこう歩くだろうって言ったんですよ。その時はドキッとしましたよね。エジプト行った時に、俺たちは文化人だと思ってましたよ。でも私が考えてもいないような永遠の命を、彼は私に教えてくれたんですよね。赤い言う人ともいいね。忘れられない思い出なんですよね。エジプトっていいなと。今回のような事件があったとすごく寂しいんですが、エジプトってのはやっぱり魅力ありましたね。旅をするとなんか一つわかりますね。ただ、旅をするだけじゃダメですね。やっぱりなんかそこで持って得てこなくちゃいけないな。そんな感じはしますよね。一つ時間を作って皆さんも素敵な旅したらいかがでしょうかね。今日なんか死に滅裂で申し訳なかったんですが、22年ぶりのオールナイトニッポンは楽しかったですね。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございました。自分もおじになったなと思うけれども、その分せがれが年頃になってます。ちょうどそのピラミッドの話と同じですよね。あいつのせがれもまたせがれも多分同じようというのかな。こんな感じがします。今日は本当にどうもありがとう。本当にありがとう。